はい。それではね、改めて、えー、今のこのね、長文論述いきたいと思うんだけども、ね、その問題確認してみるとね、まあ、資料 B ですよね。資料 B は、社会活動家、ユスフ・アクチュラが、オスマン帝国が取るべき政治路線について述べたものである。オスマン帝国に体制改革を必要とさせた当時の国際情勢について説明した上で、 19世紀から20世紀初めのオスマン帝国で、異性者や知識人の間に、人々の政治的統合について、どのような考え、どのような思想が現れたのかを、500人内で論説しなさいというものですよね。はい。で、まず、当然これ説明がいいように、舞台になるのはこの資料 B だよね。これを当然、ね、一番の資料を根拠として、その上で、国際情勢語って、この政治的統合のあり方について述べるものですよね。はい。じゃあ、 まずはこの資料 B をね、まあ、今回は少し丁寧に見ていこうか。で、これ非常にね、分かりやすく書いてくれてるんだけど、ちょっと冒頭の4行だけをね。オスマン帝国において、西,、えー、西洋に感化されつつ、強化と進歩への願望が自覚されて以来、主として3つの政治的路線が出てきたと。そう。ここにも3つのって書いてくれてるよね。はい。えー、けど私は考える。その第1話、まず1つ目。 オスマン政府に属する多様な諸民族を同化し、統一して一つのオスマン国民を創出すること。そして第2にはね、二つ目がある。カリフ県がオスマン朝の君主になることを利用して、すべてのイスラム教徒を常述の政府の統治下で政治的に統一すること。で、中略して第3に、三つ出てきてるよね。人種に依拠したトルコ人の政治的ナショナリティを、えー、形成することであると。 そう。だから、もうここに3つ出てきてしまってるから、さあ、この3つ、これが政治的統合のパターンなわけだよね。さあ、これを踏まえた上で、先ほどの説問だったりね、資料なんかと合わせて考えていくってわけなんですね。はい。じゃあ、まずは、ポイントの1つ目であった、このオスマン帝国に体制改革を必要とさせた当時の国際情勢。さあ、これが、じゃあ、どこに現れてたかっていうと、例えば、まあ、問いの説問文なんかにね、まずあるんだけども、 18世紀後半以降、非支配民族の独立運動や、ヨーロッパによる軍事的、政治的侵略によって弱体化しつつあったオスマン帝国では、っていうこの話ですよね。はい。だからまあ、これはさっきもね、えー、前回のね、前回のあの、黒板でやったように、領内諸民族の独立運動だったり、ヨーロッパの干渉、これが起こる。ね。だから衰退していくっていう、ね、この話につながってくるよね。それから、問い後の説問文。 オスマン帝国では、キリスト教徒の多いバルカン地域以外でも、帝国からの離脱が進行する。エジプトでは、ヨーロッパからの軍事介入を受けて、オスマン帝国の統治に混乱が生じ、ムハンマドアリーがこれを機に、独自の勢力を築くことになった。そう。だから、外国の干渉によって、エジプトが独立してしまう。ね。やっぱり、国際情勢が絡んでるよね。はい。で、他にもトイロクの説問文にもあった。 19世紀後半になると産業革命を経たヨーロッパ列強のオスマン帝国を市場とみなす植民地主義はますます強まった。ね。そう、だからなんでこの列強がオスマン帝国に進出するかっていうと産業革命を成功させて、だから原料供給地、市場を求めてアジア、アフリカに入ってくるんだよね。だからまあこういった言葉をまとめていくと、要は何が言いたいかっていうとオスマン帝国の衰退に伴いバルカン半島やエジプトなど領内諸地域で独立運動が起こり、 産業革命で近代化したヨーロッパ列強の進出が強化された。ね。まあこういったことが国際情勢でわかるんだよね。いいですね。はい。じゃあ次なんだけども。さやっぱりね、今回のメインはやっぱこれでしょ。ね。異性者や知識人の間に人々の政治的統合についてどのような思想が現れたのかっていうものだよね。はい。例えば、さっきのさ、資格を,を囲ってった第1に、第2に、第3に、あそこら辺をね、まあ当然中心に考えるんだけども、 先ほどの資料 B によると、その第一は、オスマン政府に属する多様な諸民族を同化し、統一して一つのオスマン国民を創出することにあると。ね。はい。で、これはだから、いわゆるオスマン主義ってやつなんですよね。まあ、これも世界史の用語ですからね。ただ、これが、オスマン主義が、 やっぱり指定国に入っていなかったから、まあだからこの言葉を自分で出さなきゃいけないってのが、まあ一つはね、ポイントだよね。まあだから、まあなるべくね、満点に近い回答をね、出すためには、ちょっとこの言葉を使えるといいよね。はい。で、このオスマン主義ってのは、宗教民族に関わらず、全住民が平等なオスマン人として扱われるという思想、考え方。で、こういったまあオスマン主義の思想は、ミドハト憲法に反映されています。はい。そして、第二には、 カリフ権がオスマン朝の君主にあることを利用して、すべてのイスラム教徒を上述の政府、つまりオスマン政府の統治下で政治的に統一すること。ね。で、これこそがパンイスラーム主義ですよね。西洋列強の帝国主義に対抗するため、ムスリムの団結と協力を目指すといった考え方だよね。で、これはアビデルハミト2世なんかのオスマン帝国スルタンの先制政治に利用されている。だから、ね、この帝国主義の進出に対して、 イスラム教徒の団結でその世界を守っていこうと。要はイスラム教徒による政治的な統一だよね。こっちはオスマン人による統一だよね。よく考えたら違うよね。オスマン帝国の統一と、オスマン帝国による統一と、そしてイスラム教徒による統一だからね。でだ、もう一つあるんだね。三つ目。第三に、人種に依拠したトルコ人の政治的ナショナリティを形成することである。そう。トルコ人としての統一だよね。 オスマンでもなく、ね、イスラームでもなく、トルコ人としての意識。さこれが三つ目の統一の仕方なんだよね。はい。で、まあ、あとは、このトルコ人としての民族意識。ね、これをどん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 高揚させた話として、さあ、資料 C、これがヒントになるんだけど、さトルコ革命が起こり、アビデルハミト2世は退位させられ、青年トルコ人の政権となると。アラブにとっては、視野が明るくなった瞬間だった。そう。だから、 このアベドゥルハミトニュースの先制政治を倒して、この青年トルコ人の改革が成功するということがね、アラブ世界にとっては視野が明るくなったんだって。ねはい、青年トルコ人運動は、ロースルタンのイスラーム教主的把握とパンイスラーム主義ストに対する反乱であると、ね。やっぱりイスラーム教徒の統一じゃないんだと、ね。それに対する反乱なんだからね。で、まあ、こういったものが、 トルコ民族主義の公用、ね。トルコ人としての意識。これを高用させて、青年トルコ革命につながっていった。ね、で、この革命によって、ミナハド憲法が復活し、立憲訓制が自立した。ねまあ、これは枝派の話だけどね。はい。で、さらに、今回はムスタファ・ケマルっていう、要は第一次世界大戦後に出てくるやつ。ねまあ、世界史の舞台としては第一次大戦後に出てくるやつだから、まあ、彼を出すためには、当然、第一次大戦後の話もしなきゃいけないんだよね。 はい。そこで、問いなの説問文にそれがあったわけ。要は。ね。第一次世界大戦中に連合国は戦後の適量度、えー、植民地の分配を決めた複数の秘密条約を結んだと。このうち戦後のオスマン帝国領の分割に関する秘密協定であるサイクスピコ協定に参加した。そう。まあ、ここに見られたように、このトルコってのは、まあ、これは敗戦国側になっちゃったんだよね。第一次大戦ではね。で、屈辱的なセーブル条約をこう結ぶことになった。 わけなんだけども、例えばこのセーブル条約、さみんなどんな内容があったか覚えてますかね。例えばセーブル条約ってのは、当然まずオスマン帝国の領土が削減されましたよね。だからさっきもね、あのちょっと言ったけども、このオスマン帝国ってのは最盛期の頃にはさ、もうヨーロッパから、そしてアジアから、アフリカから広大な領土を持っていたわけだよね。 で、このセーブル条約の後に残った領土ってのは、このオスマン帝国の最大領土の時の12分の1なんですね。12分の1まで縮小させられちゃったのよ。ね。で、まあさ、ただ考えてみたら、まあバルカン半島のあたりとか、まあそれからアフリカのね、えー、まあアルジェリアの方とかっていうのはさ、あれって侵略して取ったとこだから、まあ侵略して取ったところはさ、まあ取られてもしょうがないかなってなるじゃん。ね。でも、 このセーブル条約とかでは、まあ、例えばさ、このクルド人の自治区、クルディスタンの設立なんてのがあったんだよ。クルド人っていうね、まあ、トルコ人とは違う異民族に、自国内に別の国を、新たなね、自治区を作られちゃったのよ。まあ、こういった屈辱なんかもあるよね。ね、だって日本の領土にさ、別の民族の国が作られちゃってるようなもんだからね、屈辱だよね。ね。 まあ、あとは、財政管理権なんかをね、まあ、戦勝国に渡すことにもなったりもしたから、やっぱりこれは、まあ、セーブル条約、屈辱的な条約だった。ね。だからこそ、屈辱を受けたからこそ、トルコ人たちは、自分たちの国を取り戻そうって、トルコ人の国を取り戻そうって、民族意識を公揚させていくわけですよね。はい。っていうようにね、まあ、これはだから、資料文中と、それから説明を踏まえると、これだけの要素が出てくるよっていう、まず話でした。 じゃあ、まあ、実際にはね、回答用紙なんかにさ、自分でメモっていくわけだよね。じゃあ、それを今体系的にまとめたものをね、一回黒板でおさらいしたいと思います。じゃあ、えー、今ね、スライドでやったものをね、黒板でまとめてみました。さあ、うことで、まあ、今回ね、論述のために作りたい柱は5つなんですね。で、これが四角で囲ってあるものなんだけども、まずね、この一つ目は、この19世紀オスマン帝国の国際情勢だけども、それはね、えー、前回のパート1でも話したように、 領内諸民族の独立運動、そして西洋列強の干渉、これが起こるわけで。いわゆるこれが東方問題ってやつだよねオ。オスマン帝国の衰退によって、この東方問題が今ここで起こっていったわけ。ね。そう。これこそまさに国際情勢だから、東方問題がね。で、その上で、このメインのね、課題の一つであった政治的統合のあり方。まあそれが三つ出てきたけども、まず一つ目が、 これ、アビドリメジと一世のタンジマートなんかに見られるようにね。そう。まさにこれさっきも言ったけども、オスマン主義。これを出したいのよ。ね。オスマン主義という言葉を出せれば、もう一点上がるからね。一点か二点かわかんないけどもね。上がるからね。ね。オスマン主義に基づく政治統合ですよね。で、これがミドアート憲法に結実したということなんだけど、要は、これは、オスマン人としての、オスマン人としての統一。ね。これが一つ目ですよね。 そして、二つ目の統合のあり方として、このアビデルハミト2世が、ロト戦争勃発を口実に憲法を停止して、そう。憲法を停止したってことは、このオスマン主義やオスマン人もやめたわけでしょね。そして、カリフ権とパンイスラーム主義による政治統合。つまり、イスラーム教徒としての、ね。イスラーム教徒としての統合ですよね。オスマン人としての統合。イスラーム教徒としての統合ですよね。 このアビデルハミト2世はね、このパインスラム主義、これを主張したアフガーニンなんかもね、保護しているからね、やっぱりこのつながりってのは密接にあることがわかるよね。えー、そして、3つ目の政治統合として、青年知識人による民族的統合。ね。まあ、だからこれがトルコ民族としての、トルコ人としての統合なんでしょ。で、これは青年トルコ革命という形で起こっていたわけだからね。ここに、トルコ人としての統合。 はい。っていうように、この3つの政治統合のパターンがあったわけだ。そう、ただ、まあ、やっぱりこの段階では、まあ、これを目指そうというだけであって、この結果は出てないよね。これが結びついたわけではないよね。それが出るのが第一次世界大戦後の話。ですね。第一次世界大戦後に、ね、敗戦国トルコはセーブル条約結んで、まあね、他の民族にトルコ領内に国作られるとかね、すごい屈辱を受けたわけ。ね。でもそれもさ、 やっぱり、そんなセーブルジャック結んじゃうのも、当時のスルタンがさ、軟弱だからだよね。軟弱だからそんな妥協的な態度を取っちゃうんでしょ連合国に対して。で、そんな中で、トルコ民族を代表して、トルコ人の国権を守りに行ったのが、この男ちゃん。ムスタファ・ケマルちゃん。ね。で、このムスタファ・ケマルが登場したことによって、まずは、スルタン制を廃止して。ね。そしてトルコ革命を起こして、まあ、カリフ制も廃止して。そうやって、トルコ人としての国を、 トルコ人としての共和国を作ったのが、このムスタファ・ケマルなわけだよね。ってことで、このトルコ人の国を作ろうというね、この民族的統合が最後の最後、トルコ共和国という形で決立していった。まあ、こういう結果をもたらしたわけですよね。はい。さあ、だから、まあ、こういった要点、要点を押さえて、あとはこれを流れの中に組み込んでいきましょうか。じゃあ、スライドの方に戻りたいと思います。はい。それではですね。 今の黒板のね、このまとめを見て、じゃあどういうふうに論を組み立てていくのか、まあ、それをね、見てみたいと思います。あ例えば、この話の展開、論の展開としては、今ここにね、指定語句をちょっと盛り込んでみたけども、まずは、オスマン帝国の弱体化。ね、これによってヨーロッパ列挙の進出が強化されること。まあ、ここから書き出すよね。で、まずは一つ目の政治統合。それは、アビデル・メチト一世による西欧化改革。タンジマート。ね、ここから始まります。えー これはギルハネ直令で開始した改革なので、まあそういうギルハネ直令が指定国にあったから、当然ギルハネ直令はこの西洋化改革、タンジマートが始まった、その直令として使っていくものだよね。で、こういったタンジマートが最後、ミドハト憲法に結実するわけだから、だからこっからここに繋いでいくでしょ。で、このミドハト憲法にはオスマン主義というものが入っていたんでしょ。オスマン人による統一を目指そうというものが入っていたんだよね。ところが、それを アビドルハミト2世の時に、ロト戦争勃発を口実に、ミドハト憲法を停止して、そして、先制政治を復活した。で、この先制政治ってのが、まさに、パンイスラーム主義に基づく、イスラーム教徒としての統合を目指していこうという、ね、こういった考え方に基づいてるんだよね。だから、1、2と、ね、オスマン人による統一、イスラームによる統一。そして3つ目。 青年トルコ革命によってトルコ民族主義が高揚していったこと。ね。トルコ人の統一を目指そうというものだよね。それが第一次大戦後にムスタファ・ケマルによってトルコ革命が起こされて、トルコ共和国として、そう、この考え方がここに結びついていった。ね。っていうようにね、もうどん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 ね、流していけばいいと思うんですね。さあ、こういった話の展開、論の流れになっていきます。では、これを踏まえて、まあ、回答例をね、ご覧ください。 はい。さあ、じゃあやりますね。19世紀のオスマン帝国は、ギリシアやエジプトなど、領内諸民族の独立運動や産業革命を成功させ、市場の拡大を図る西洋列強の軍事的、経済的進出で衰退し、国政改革の必要に迫られた。そう。だまずは、ここまでだよね。ここまでが一つ目の流れ。国際情勢だっていうこの話ですよね。国際情勢の話をここまででやっています。よいしょ。ちょ、コクとしときますね。はい。 で、そこでアビドルメジト一世はギルハネチョクレイを発布してタンジマートと呼ばれる西洋化改革を開始した。この改革は全新民の、全新民を宗教の別なく平等なオスマン人として政治的統合を図る。オスマン主義と呼ばれるもので、後にミドハト憲法の制定に結実した。そう。だからまずは、今度ここだよね。ここまでで、ここからここまでで統合丸一 統合丸1ですよね。で、これに対し、アビデルハミト2世は、ロト戦争勃発を口実に憲法を停止して、先制政治を復活し、カリフ権に基づくスルタンの権威と、イスラム教徒の団結を唱えるパンイスラム主義による政治的統合を進めた。はい。ここまでが、イスラームによる統一。ね、つまり、政治的統合丸2の話をしているよね。 しかし、そのような先制政治に反対する千年知識人たちは、トルコ民族としての意識を高揚させ、千年トルコ革命を起こしてミドハト憲法を復活し、立憲君制を実現した。第一次世界大戦後、敗戦国となったトルコはセーブル条約で屈辱的な内容を受け入れたことで、民族意識は一層高揚した。トルコ民族の指導者となったムスタファ・ケマルは、トルコ革命を起こしてスルタンを廃止、1923年にトルコ共和国を樹立した。 ね。ってことで、ここで最後の統合。丸3。ね。こうやって繋いでいくわけですね。で、最終的には、こういったトルコ人の統一。ね。これが実現していくという、まあ、この話でした。はい。まあ、なので、だからさ、あの、資料とかは多かったし、説問もね、いろいろ絡んでくるけどもさ、説問自体は、ね、そんな難しくないんでしょで、むしろそこにヒントがあるわけだから、この資料と、 この説問をよく読んで、一体どの言葉がポイントになってくるのか、ね、しっかり冷静に考えればさ、必ず見抜けるはずだから、まあそれを丁寧にやっていけば、まあ高得点を狙えると思います。はい。ですので、まあガイダーを受ける人はね、まあ、しっかりこの文章を冷静に読むということを心がけてください。では今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はい。皆さんお疲れ様でした。 私はですね、この世界史を勉強するときに、やっぱりね、この流れが大事だと思っています。ちゃんと歴史の流れを感じて、そしてその中に用語だとか言葉をね、温めていくような、まあ、そんな勉強をね、みんなにはしてほしいと思っています。お疲れ様でした。